Yeah.
ました。ありがとうございます。なんかパピピがお母さん、はい、なんか最近今月に入ってなんかハマって、ずっとなんかそのお蕎麦屋さん行ってもうどん頼むくらいうどん頼んだんだけど、うん、最近ちょっとねお蕎麦好きになったから、なんか大人だね。大人確かに。そうなんか胃もたれしないから。あ確かに。あっさりしてるからそう好きなのよ。そう。新そばもちょっと食べたいなって、ね、いっぱいなんかねお店が出てるから、いっぱいなんか全制覇したいかもしれない。全制覇したい。それはちょっと大変だな本当、はい、頑張ってください、はいね、皆さんも今日はいっぱいね屋台が出てると思うので美味しいものいっぱい食べてください。はい、はい、それでは次の曲に行きたいと思います。恋の魔法弾む心君のことを考えI'm not afraid of the dark.
くなってきた気がするよね。まあまあまあ、うんうん、あちらへんまだ晴れてる。確かに晴れ女だね。晴れ女って私言われてて、言われすごい土砂降りだったじゃないですか。でも晴れました。イエーイ。まあね、今年の夏すっごい本当に暑い日が続いてて、ね、太陽がめっちゃカンカン照りで34度とかね、やばいね。かえりちゃん今年の夏どうだった？もう暑すぎて、あの学校の体育の授業とか、あの外でやると本当に帰ってくる時がちょっと時刻すぎて、あの地球温暖化についてすごく悩みました。あ、いいことですね。さすがですね、カエデさん。そんなこと思ってるの？思ってるよ本当に。すごく大事です。旭川市のご当地アイドルとして私たち活動させてもらってるんですけど、あの旭川市のねイベントだったり、あとは旭川市の魅力をいっぱいね、あのみんなにお届けできたらいいなと思って活動しているので、皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。ということで、まだ8月31日は夏ということで夏ソング、夏ソング、ちょっと勘のいい方は分かっちゃうかもしれないですけど、もしね皆さんタオルとかあればタオルぶん回して、もしなかったら拳をね上でぶん回していただければ、頭も嬉しいです。頭も回してください。頭も回してヘドバンしてもらってね。はい、それでは次の曲に行きたいと思います。Bye.
ちも美味しいよ、うん、気分によるみたいなのがある、うん、そうだね、うん、最後は冷たい派、冷たいんだ、うん、そうだよね、天かすをいっぱい、うん、あの振りかけるのが、うん、わ美味しい美味しい、お腹空いてきた、食べたいね、食べたいね、この後ね、時間あったらみんなで食べよう、楽しみ、はい、ということで、じゃあ最後の曲もみんなで盛り上がっていきましょう、聴いてください、ビースターズ、あるのでぜひ皆さん、気になった方はいらしてください、よろしくお願いします、よろしくお願いします、それでは以上、せーの、ローアンベリーでした、ありがとうございました、どうぞ皆さん大きな拍手をお送りください、ありがとうございました、ローアンベリーの皆さんでした、かわいいですね、気をつけておいてね、足元滑るから気をつけてね、